ございます。おはようございます。さあ、いよいよ2日目のスタートの時間がもうすぐ来ますが、今日はどうですか？よく眠れましたか昨日？はい、よく眠れました。まあ、昨日のことはあの日本のファンの皆さんにしっかり届きましたので、まあ、路面はあんまり今日も変わらないかなというふうに思うんですけども、あのとっても寒いんで多分まだ氷点下だと思うんですけど、道は、まあ、当然ながらラリーコースなんで誰も通らないので間違いなく雪が残っていると思います。なので昨日と同じか、まあ、むしろ凍って悪化しているか、まあ、そういう感じだと思います。これ絵を見るとなんかお日様が出てねすごく暖かく感じるんだけど、車の温度計はねやっぱり0度かマイナス1度でずっと寒いんですよね。だから僕らも手出して歩いてると手が痛くなったりするのは、まあ常時気温が低いからで、さらに山はもっと低いでしょうね。さあ、昨日はいろんなことがあって、まあ、奇跡が奇跡を生んで帰ってこれたようなところも正直あると思うんですが、今日は奇跡をねちょっと、それに実力を乗せていきたいなと思いますけども、少し慣れました車には？そうですね、まあ、だんだん慣れてきました。すごくたくさんの人がねここは今来てくれてて、なかなかねこうモータースポーツっていうのはやっぱり浸透している国ですね、アメリカはね。さっきあのケンブロックさんにねちょっと何て言うんですかサイン的なものを何にしてきたんですけども、まあ、割と案外くれましたね。村瀬君もサインもらえるようにねアメリカで一花剥がしてください。さっきあのサインを求められましてあの漢字で書いてきました。多分分かんないと思います何書いてあるか。相思相愛って書くと喜ばれるらしいよ。はい、それじゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。